皆さんこんにちは。ゼロから始める家族信託、民事信託活用術チャンネル、視聴者の斉藤です。今回は不動産の家族信託で登記は必要なのか、まあその手続きとその義務の有無について解説していきたいと思います。その家族信託、これをうまく活用すれば、その認知症対策や相続対策、まあこういったことに役立って使うことができるんですね。で、この主信託財産、まあ、管理を対象させる財産のことを信託財産って言うんですけど、この中に不動産、まあ、自宅とかアパート、こういったものを、まあ、信託財産とした場合には、登記手続きっていうのを行っていく必要があるんですね。じゃあ、まあ、どうしてそういう登記手続きが必要なのかっていうところと、あと具体的にどんな手続きが必要か。まあ、これについて、今回、解説をしていきたいと思います。まずその家族信託で登記が必要になる場面、どういった場面かっていうと、その登記、これ不動産について行うんですけど、そのもそもそも登記っていうのは、その誰が所有者かといったことを法務局に備えている登記簿に記録することによって、その不動産取引において、その所有者をまあ誰であるか、あとその自分が所有者であることを証明するための制度なんですね。なので、この土地や建物、これ信託のみならず不動産の売買や相続をした場合でも、その法務局において登記をすることが必要です。で、具体的にどんな場面でその家族信託においては登記をするのかっていうと、まず不動産の家族信託を開始した時、そしてその家族信託を終了した時、あとその信託財産である不動産を第三者に売却した時、まあこういった時に行う必要があるんです。つまりその信託財産である不動産の権利関係が変わった時ですね。この場合には所有者が変わるので、その登記手続きっていうのを行っていく必要があります。で、そして、信託が終了した時も同様で、まあ、その売却して信託財産でなくなった時には、信託の抹消登記といったような感じで、まあ、信託を開始した時、あと、終わった時、あと、まあ、信託財産を売却した時、まあ、こういった時に、信託の登記手続きを行っていくっていうことをイメージしておいてください。では、家族信託をした時にどういう登記していくかっていうと、その、まず受託者に財産管理を託すことになるので、受託者への名義変更、所有権移転登記と、あとその信託の内容を法務局の方で公示するため、登記するための手続きとして、信託登記っていうのを2種類やっていくんです。だから、名義変更と、あと信託の内容、この2つの登記をするんですね。まあ、受託者への変更と信託内容の登記という形の2種類です。で、この登記手続きっていうのは、まあ原則として、その信託をした、その財産管理を託す本人委託者と管理を任された受託者の共同で申請することが必要になってくるので、その一方的に一人だけでするっていうことは原則的にはできないんですね。次に信託登記について解説していきますけど、この信託登記については、信託法によって義務化されています。受託者は自分の財産とは別に分別して、ちゃんとその信託財産であるということを示した上で管理する義務があるんですね。だから、この信託に基づくと、不動産ですよということを、まあ、ちゃんと明示するため、公示するために、その登記手続きっていうのは要求されています。そして、この信託登記における登記事項っていうのは、法律で定まってるんですね。具体的には、ここでアップしたようなもの、これがその信託登記の登記事項として義務付けられています。つまり、裏を返せば、ここに書いた項目以外については、別に登記義務がないので、登記しなくても構わないんですね。だから、信託契約書に、たとえ記載した事項であったとしても、すべて、ここにも記載されているものでなければ、網羅する必要はないんですよ。まあ、なので、この、それぞれのご家庭に応じて、やっぱり書いていく必要があって、例えば、まあ、ここの中で義務付けられている信託財産の管理方法ですよね。これについては、例えば、信託不動産について、売却するために誰かの同意が必要であれば、その同意が必要な旨っていうのを、ここの中に盛り込むっていう対応をしていきますし、あと、その信託財産の管理方法の一環として、その信託したお金を用いて、例えば、不動産を購入するとか、アパートを建設するといったことであれば、そういった権限も登記しておく必要があります。で、今言った、まあ、この11番目にあるところに、その他の信託条項というのがあると思います。なので、さっきも言った通り、この11から10については必ず登記する。その他の信託条項といったところは、当事者の判断で記載していくわけなんですね。
だから何が何でも全て登記するわけじゃなくて、例えば自分が亡くなったら誰に渡すかっていったところ、これ帰属権利者条項っていうんですけど、これ遺言 にみたいなところですよね。こういったところをその他の信託条項として逆に書いちゃうと、このプライバシーの問題で、信託の不動産の登記簿って誰でも取ることができますから、誰に財産を渡すのかってあらかじめ分かるようになっちゃうんです。だからここについてはその他の条項っていう形になっているので、まあその自分たちで判断して、ここについてはあえて記載する、記載しないっていう判断をやったりします。で、実際に実務的にはこの辺の判断はやっぱりプロの専門家である司法書士さんなどと相談しながら決めていることが多いので、まあどんなことを我々の家で取ってみれば登記したらいいのかっていうのは、ぜひ専門家と相談しながら進めてっていただければなと思います。で、次にこの信託登記にかかる費用ですね、手続きにどういったものがかかってくるのかといったところの話なんですけど、まず大原則として登記をするので登録免許税はかかります。ですが、この不動産取得税については、この信託をするときについてはその非課税措置があるので、不動産取得税はかからないんですね。だからこのかかってくる税金は、まずこの信託するときですね、不動産登記の登録免許税で、登録免許税の税率は 0.4%、 あと土地についてはその令和3年3月末までは 0.4 から 0.3% にするっていう特例措置があるので、この固定資産評価証明書、まあ毎年皆さんのご自宅に届く納税通知書ですね、ここに書いてある金額を基準に計算してやります。例えば土地が2500万で、建物が1500万円の不動産を信託登記するんであれば、まあその今の計算式で言うと登録免許税は約 13万5000円ぐらいかかるっていうイメージを押さえておいてください。で、あとその司法書士さんにその信託登記を依頼するときですね、この時は当然報酬がかかります。で、大体この司法書士さんのその信託登記の報酬っていうのは、信託登記1件あたり大体10から15万円ぐらいかかるというふうに考えておいていただければと思います。その他、その外注っていう、まあ自分たちじゃなくて、その専門家に契約書を作ったり、そのコンサルティング、まあ全体像ね、こういったものを設計するってなったら、そういったものの費用も別途かかってくるので、まあ実際の費用については専門家と相談しながら、ぜひ進めていただければと思います。では最後にまとめになります。不動産の家族信託では、その信託契約の開始や終了時など、つまり不動産の権利関係変わるときに登記が必要になってきます。で、信託を開始するときには、まず最初にするのは受託者への名義変更である所有権移転登記と、信託内容を公示するための信託登記のこの2種類登記していくんですね。で、信託登記はその信託法で法律上義務付けられているので、信託契約にまあその登記しなくてもいいと書いてあったとしても、それは免除することはできず、必ず登記しなければなりません。で、信託契約書の内容はそのまま登記するわけじゃないんですね。そのこれやっぱりどの部分についてその登記するかどうかっていうのは、専門家と相談しながら、これは本当は進めていただければなと思います。で、信託の登記手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局で手続きをして、その登録免許税を納付するということを理解しておいていただければなと思います。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。当事務所では、定期的に自宅からウェブでも参加できる家族信託セミナーを開催しています。家族信託セミナーでは、我が家にぴったりの資産承継方法について分かりやすく解説しています。ご興味ある方は、セミナー内容を詳しく説明したページを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。これからもこのチャンネルでは、家族信託について有益な情報を発信しています。チャンネル登録よろしくお願いします。